じゃあ行きますよ、行きますよ、北海道激辛蒸し上げ、いただきます。おお、一口でいくか、おい、おい、おい。 Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、北海道旭川市にありますラーメン八海さんにやってもらいました。こちらにはですね、激辛メニューがあるということで今回やっていくんですけども、紫のなんか死神と言われるメニューなんですけれども、使っている唐辛子がですね、キャロライナリーパーパープルと申しましてですね、まあキャロライナリーパーといったらね、あの過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたあのキャロライナリーパーの、唐辛子なんですけども、パープルと申しまして、このキャロライナリーパーを改良した、唐辛子になります。はい、でまあ一応ね、こう日本で改良しているんで、まあ日本で一番辛い唐辛子といっても、過言ではないという感じです。はい、もうその名の通りね、紫です。はい、紫色の唐辛子なんですけども、とんでもない辛さということで、ちょっとスープ飲み干した方がね、完食者いないということなんで、今回これに挑戦していきたいかなと思います。あ、来ました、来ました。こちらが紫石の死神。うわー、運ばれてきましたけども、もう真っ赤っかというか、あのね、やばい、あの匂いがね、すごい、もうあの激辛唐辛子特有の、ね、独特な、風味というか匂いがしますけども、これやばいな。いただきます。どんなもんかいと言ってらっしゃいと、これスープは味噌ベースとなっております。いただきます。ファーストタッチのパンチ力がすごいですね、このパープルというものは。はい、じゃあちょっと麺いきましょう。あ、だいぶパンチ効いてますね。入っている具材、これネギやらもやし、人参、メンマにチャーシュー、玉ねぎも入ってますね。はい、非常に具沢山ですけども、これは辛い。これは辛い。この僕今日このキャロライナパープル初めてお手並み拝見しますけど、辛いわ。キャロライナリーパーとはほぼ一緒というか。なんかキャロライナパープルの粉末パウダー、これなんか自由に使っていいよって言われたんですよ。そんな余裕マジでねえぞ、これ使えるわけねえだろと。あとこれ現物用意してもらったんですけど、これ特別に。少ないですか。もう唐辛子の形してないですよね。
麺と具材食べるだけでも一苦労で、これは辛いな。残すところはスープのみ。最後ね、この超激辛唐辛子キャロライナパープルが染み込んだこの激辛スープを飲み干して、この激辛ボトルにケリーをつけたいと思います。大丈夫。
ごちそうさまでした。はい、食べ終わったということで、ちょっとねこれはちょっとね最後のエキビションマッチにこれちょっとこれはとりあえず置いとこう。これやばいでしょこれ。これちょっと最後に取っといて、とりあえず辛さレベルを発表していきましょう。ラーメン八海さんの紫の死神辛さレベル、じゃらららじゃらん辛さレベル 8.5 です。おめでとうございます。いやーもうね、やっぱねこの、キャロライナリーパーパープル、初めてこれ食べましたけども、これはね危険です、言うまでもなく、危険です。そんな危険なものを私お土産をいただいちゃいましたということで。これ使うかなわかんないですけど、まあ、ちょっとねお家でちょっとずつ足しながら、これ、ね、楽しみたいと思いますけど、まあこれ、ね、味噌ベースのこうスープとなっておりますけど、非常にね味噌のうまみ、そしてコクがね、非常にこう美味しく食べられました。ただねしっかりこのキャロライナリーパーパープルの辛みがズゴンと口と、あとお腹もね、お腹も結構、痛くなる感じですけども、非常に本当にギリギリの激辛バトルでした。あのね、麺と具材をまあ比較的食べられる方多いと思うんですけど、これね、スープはね、やっぱきついなと思います。まあ僕は絶対プライベートでは飲み干さないだろうという辛さレベルなので、これね、飲みましたら結構お腹にくるかなと思うので、非常に、まあ、これ気をつけてくださいということです。今回ね、この激辛メニュー紹介させていただきましたけれども、別に激辛ラーメン屋さんではありません。一応ね、一番人気はこの塩豚骨ラーメンということでね、これが非常に評判ということで、それ以外もね、醤油ラーメン、チーズラーメンとかね、キノコラーメンとか、様々ありますので、ぜひ激辛好き、そしてラーメン好きの方はぜひお越しいただいてみてはいかがでしょうかということで、ここで終わりたいところだが、俺はここのキャロライナリーパの実を食べて今日は終わりたいかなと思います。うわすごいなこれ、うわいけんのか、おいと。じゃあね、ちょっとこれね、もう初めて食べるから、ブートジョロケの実は食べたことあるんですけど、キャロライナリーパーも、食べたことありますけど、キャロライナリーパーパープルはね、初めてなんです。しかもこんなでかいのは初めてなんで、ちょっといただきます。じゃあいきますよ、北海道激辛蒸し上げていただきます。なんじゃこら。なんか。これは辛い。なんか独特な風味しますね。これはあかんわ。すごいね、こうなんか苦いし、なんかね、ダメだこれ。マジで、辛っ。あと辛す。はい、というわけで、この僕のね、この頑張りに。高評価の方はグッドボタンを押してください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。やばい、辛いなこれ。